ルダブルが今シーズン出せる4回、そしてニカとのコンビネーション、インサイド通していきました。やはりここですね。2本目は外れているリバウンド、阿部です。さあ、ここはニック・ペイが走っていました。デュフォー選手見ていましたね。視野に入れたところでパスが通っていきます。鋭いパスでした。さあ、そして北海道、ラモスが行く。ブロックショット。ニカ選手ですね。はい。松下のディフェンス力。スリーポイント。決まります。選手、かなり綺麗にコンテストをされていたんですが。対するホームの島根、ニック・ペイ、そしてトラビスがコートに入っていて、ボールを奪っていく。得点するか。来ましたね。ダンク。自らの復帰戦。中、安藤、ボールを回していく。自ら行く。ツーポイント、沈めていきます。ここはやはりテラドン選手とはかなり高さのミスマッチがありますから。そしてショーン・ロングの高さも生かしながら、津山がカット。よく見ていました。来ましたね。そして、取る連続のダンク。名選手を輩出しているこの福岡の名門チーム、名門高校。津山からニック・ケイに通りました。いいですね。ここはボールを回しながら、リフォード対モータム1対1。ステップバックから2ポイント。難しいショットなんですが、簡単に決めてくれますね。あとケアをしているところのポイントになっていると思いますが、とにかくオールコートの展開の中でもうショットまで持っていくというのが北海道の展開作りですね。こちらはリフォード、エルボーからのショットでお返し。コーナー、安藤かわして、あれ3ポイント待っているが、さあ来ました。いいですね、選手。唯一、うん、はい、それをかいくぐれるか。ニカを使って安藤3ポイント、2本目。安藤選手落ち着いていますね。かなり盛り上がりますね。はい、ボルテージが上がっています。またビフォードが仕掛けていく。桜井がマークするか。素晴らしいパスですね。ちょっとバックしていきました。残り45秒、ショットクロックはこれで5秒。安藤このショット決まるか。いやー、テラドの選手も対応していたんですが、橋本のマークかわせるか。そしてニック・ケイに通した。いやー、エンドワンですね。安藤選手よく通しましたね。同点。そしてフリースローもう一本。そうですね、大きいエンドワンバスケット。この試合はなんといっても北海道の守備力光っています。ここも難しいショットになるか。打っていく。いやー、これはビフォード選手同点決めましたが、レフリーの方が今チェックの、合図を出していますね。そうですね。ただおそらく間に合ったんじゃないかと思いますね、はい、あの島根がこれ確信してますね。そうですね、はい、ビフォードのドライブなのか。ニック系のスリーポイントが炸裂するが、まずはドライブで攻めていく。ビフォード選手乗ってますね。ビフォードが先ほどの神がかり的なショットからその勢いが現れています。ビフォードを軸に使っていくスリーポイント。いやー、ただこちらには逆に島根はこれで突き放せるかという状況。ニック系のスリーポイント、ここで来た。ここで来ましたね。さすがのニック系のプレー。これは北海道のマークも厳しい。残り3秒。いやー、バスケットカウント。そしてこのマッスルポーズ。そうですね、最後フィジカルコンタクトも強さも見せて、スピード、技術、パワー、そして最後のフィニッシュ力。7秒。その言葉通りラモスが運んでいく。ドライブしていく。いやー、ビフォード選手ブロックショット。なんというプレー。攻めていく。2ポイント決めていきました。ここで激しい激しいオーバータイムにもつれ込んだこの試合、島根スサノオマジック対レバンガ北海道、101対96、島根が勝利し、見事5連勝を果たしました。2週ぶりというか、まあ、久しぶりのホームゲームでこれだけ、まあ、前半少し苦しんだ展開の中、持ち直して本当にすごいゲームをブースターの前で見せましたね。